ですか。こんにちは、神戸大学やさこいチーム山彦です。今から披露する演舞は2018年度演舞桃源郷。世に疲れ心に傷を負った旅人の物語となっております。そんな旅人がたどり着いたのは、私たち山彦の本拠地である神戸市が誇る有馬温泉。旅人は有馬の地で何を感じ何を思うのか。それでは見てくださるお客様に最高の演舞をさせていただきます。ご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつだろうかこの国が心を失ったのは。かつて人に裏切られ絶望に染まる世を離れ、どこか遠く遠くへと一線の夜を越えたどり着いた。光あふれる暖かな世界、ここぞまさしく有馬の温泉どころ。この地で太鼓の音色、有馬の祭りが火ぶたを切る。一心不乱に踊れや踊れ。はっ、発声奏る。さあ来い、太鼓通り明かりを灯し、静まる空に月現る。熱い思いを呼び覚ませ。わっしゃいわっしゃいわっしゃい、やった。まず多くのぬくもりに触れ、旅人は気づいた。心を失っていたのは自分自身だということに。そして人を思う心こそがこの国の宝だと。ああ、有馬の温泉どころ。今から始まるどんちゃん騒ぎ。皆さん一緒に山彦。溢れる思いにこの身を委ね、仲間と一緒に歌って踊れ。よっしゃれよっしゃれ。そうや、明けもなく歩んできた鮮やかな日へと変わる。人を思う温かさを胸に新たな旅へ。旅路の果てに見つけた光、ここが我らの草原郷だ。そうなりました。はっ、みのやっと鮮やかな虹を描く。あの涙を西田は
突き進む真心を感じ受け継ぐ愛情それをつかみ未来へ導く新たな道へ希望を乗せて京都のあんたに届けよう笑顔元気感動ラオレ見てくださったお客様に満開の笑顔でレイ直れ山彦笑顔で撤収